はい、こんにちは、えー。相手は真ん中に青が3体いるので、えー、普段なら緑単色にするんですが、えー、今回は、今回は2、えー、色チームで練習しています。2色チームの練習をしています。回復がエネルカンだけなので、えー、ボリルカウンターで戦うつもりですが、えー、影ブラド要注意ですね。はい、行きます。 はい、それでは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 とりあえず、えー、とりあえずもうとりあえずとりあえず、えー、真ん中の緑を寄せまして寄せましてで持ってで持ってで持ってここ行きまして単色じゃなくても結構 こ構ダメージ与えられましたねではここ行きましょうかあー今回盤面にめっちゃ恵まれてますねめっちゃ恵まれてますねえー、青も緑もどっちもいいですけれどもどっちもいいですけれどえー、今は今は緑いきましょうか それでは、それでは、メレンドルで回復をして、えー、ボリルカウンターを発動し、で、持って、えー、エネルカンに対して、テトークを当てて、マナシールド。えー ではではではえ損、ー、を損をえー、オーラでもうとどめさせちゃいましょうえー、では緑青を消したい、えー、ここ行きましょうかカウンターが外れるんですよね こんんな外れ方しますすするんですよねえーそれではそれではそれではえーグリムをカウンターしたいここ行きましょうかーえーグリムをカウンターしたいえー、ここ行きましょうかーあー倒せちゃったまあいいやでは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 で 影ブラドをこれで止めましてさらに半分以下になった影ブラドに対してオーラを当てまして倒しきれんかったまあ止まってるうちに止まってるうちに はい、では、えー、通常攻撃もカウンターできたら、えー、嬉しいなと思っていますもう勝ちですかねもう勝ちですかねはいありがとうございました、えー、2色チームで勝つことはできましたはいありがとうございました